真面目な顔をしてどうしたんですか？一見真面目な顔ですけど、照れを隠している雰囲気もありますね。照れか。きっと恥ずかしいことを言うつもりなんだろうね。言うつもりなんでしょうね。おお、ひなたか。いや、皆まで言うな。俺には全部わかっている。長い時を経てようやく俺の真心が通じた。そう理解していいな。するべきこと、謎解きか。つまりここで俺が気の利いたことを言って君の心をわしづかみにすればいい。そういうことだな。我ら生まれた日は違えども同日に死ぬことを願う。そうか。何はなくともまずは筋肉だろう。筋肉は無敵だ。最強だ。ほら、やはり筋肉が。そうなのか。マサヤって FC に詳しいんだね。部長の指導が悪いってことをわざわざ忠告しに来てくれたの。きっとそれだけじゃないんじゃないかと私は思いますよ。日向さん、ほら言いましょう。入部届の用紙なら持ってるけど。なあ、もうダメダメ。窓かったら単刀直入に行っちゃうんだから。もっとマサヤをからかって遊べる場面なのに。そうですよそうですよ。もっとこうじわじわとツンデレなとここちょこちょできる場面ですよ。私そういうのって恥ずかしくて背中がムズムズしちゃうんだよね。ツンデレなんですか？何が違うんですか？じゃあどんなんなんですか？わーい、マサヤも入部だ。これで部員は5人ってことですよね。あ、それって自動的に部に昇格ってことだよね、兄ちゃん。言われてみれば。俺の熱き心がみんなの FC 魂に火をつけた。そういうことだな、君。ごめんね、兄ちゃんはすぐに感極まる人だから。マサヤが入部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 。急に立ち止まらないでよ。もう行っちゃいましょうよ、日向さん。
初から素直に入部するって言えばいいのに。日向先輩って恥ずかしがり屋さんなんですか？はい。まさかここで入部撤回とかないよね？選手をしない？では何をするんです？私と一緒にマネージャー？どうしてもというならコーチでも構わないが、コーチ兼任選手じゃダメなのか？そもそもマサヤにコーチができるの？できますよ。私日向さんに FC について教えてもらいました。それで未経験なのに1ポイント取れたんです。コーチということは全員のセコンドもするということだな。部長、質問です。おう、なんだ？セコンドってのは何ですか？ショートと連携して内野の要になる係ですか？むしろなんで野球のセカンドについてそんなに詳しいの？実況パワードリフトプロ野球で覚えました。日向先輩がコーチでセコンドですか？いえいえ、反対だって言いたいわけじゃなくて似合ってるなと思っただけですよ。そうそう、マサヤはそういうの好きそうだし、困ってる人を放っておけないタイプというか。でもどうしてそんなに選手をしたくないんですか？黙らないでくださいよ。聞いちゃいけないことでしたか？もしそうならごめんなさい。怪我でもしたの？選手生命が絶たれる的な？日向さん、マサヤがそれだけのことって言うならそれだけのことなんでしょ？マサヤがコーチに賛成、部長の指導に従ってたら全身が筋肉でバキバキになっちゃいそうだしね。私だってもちろん大賛成です。私も。うん、では日向マサヤ君、コーチ兼セコンドとしてよろしく頼む。はい、楽しくなりそうですね。でも、マサヤがサディスティックな鬼コーチだったらどうしよう。うわ、ちょっとありそうで怖いです。私は、そういうのもいいと思います。おお、アスカからの大胆な告白だ。ちょっと叩かれるくらいなら我慢します。ビシバシよろしくお願いします、コーチ。どうしてです？じゃあ日向さんは私のことアスカって呼ぶんですか？はい。わかりました。下の名前って私たちは今まで通りってことじゃない？それもつまんないな。
さにゃんって呼んでもいいよ。まさにゃん、ましろにゃん、ましにゃん、どうしましょう。どっちも語呂が悪いです。しろにゃんでいいんじゃない。それです。うん、ということは俺のことはシオンと。頑張ります。ま、楽しくやろうよ。やりましょう。他校にいないもの扱いされ続けてきた屈辱を晴らす時が来た。上腕二頭筋および三頭筋がビリビリとうずくぞ。今すぐにでも走り出したい。はあ、今日はもう何かを成し遂げたって気分だね。お祝いに何か食べに行かないと。はい、甘いものがいいと思います。確かに。でも甘いものの前にしょっぱいものも食べたいな。ポテトを食べてからアイスを食べるとより甘さが引き立つし、雑煮の後におしるこを食べるのもいいよね。さすが美咲先輩、いいこと言います。賛成です。まさやは真面目なんだからな。真面目いいと思います。私 FC を真面目にやってみたいです。おお、やる気だね。張り切っちゃってういういしいね。私はありません。見たことはありますけど。私は一回だけです。はーい、私やったことあるよ。こっちに引っ越してくる前にちょっとね。美咲先輩、スポーツなら何でもできますから、期待していいと思いますよ。期待の新戦力です。どのタイプでもやってたし、どれでもできると思うけど。だってできるんだからしょうがないもん。プレイするならファイターがいいかな。逃げ回るよりバチバチやるのが好きだからさ。当然生っ粋のスピーダーだ。スピードを追い求めるのが男の生き様。俺が求めるのは得点ではなくスピード。勝ち負けよりもはるか高きにあるバリシングポイント、つまり消失点を目指して高速で飛び続けるのが男のローマン。ルールですか。
さっき部の備品を見てきたんだ。一応卒業していった先輩が残していったのが、そこの段ボール箱に何足か入ってるよ。おう、バリバリきつめにスピーダー調整してあるインベイドのバルムンクだ。そのための筋肉だ。24だよ。いいよいいよ、模擬試合でしょ。それなら普通の靴でオッケーでしょ。よっしゃ、任せとけ。よし、やるぞ。頑張れ、美咲先輩。うふん、声援に応えちゃおうかな。捨てられた子犬みたいな顔で私を見ても応援しないよ。なんでだ。兄を応援する妹なんて気持ち悪いよ。気持ち悪くない。よく聞け、兄を思う妹の心というのは決して気持ち悪いものではないんだぞ。そういう言い方が気持ち悪いの。もうしょうがないな。はいはい、頑張ってねお兄ちゃん。よし、兄の威厳と部長の尊厳をかけてやったぜ。私の愛を受け取った美咲先輩が負けるわけありません。愛まで受け取った覚えはないけどな。でも勝つぞ。つまり私がわざと負ければいいわけ？了解っと。じゃ、部長、始めましょうか。よし、やるか。気合だ、気合だ、気合だ。あった、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあ、私も飛ぶにゃん。かわいい方がいいじゃない。そうですよ、かわいいは正義という名言だってあるんですから。はい、質問です。部長のグラシのかかとから出ている綺麗なのは何ですか？出ない光がどうして競技用だと出るんですか？なるほど、確かに見やすいですし、かっこいいですもんね。Thank you.
ストって何ですか？はい、わかりやすいです。空中の正方形で試合をするわけですね。ということはファーストからセカンドを目指してサード、フォースと来て、ファーストラインからフォースラインに移動しちゃダメですということですね。任せとけ。オッケー。おっしゃ。どうしてタッチ禁止なんですか？静止した状態だとファイターの方がポイントを取りやすいということですか？あれれ、美咲ちゃんが脇道にそれちゃってますけど。あれは危険ですか？私が応援してるんですから、美咲先輩は危険なんかしませんよ。ショートカットですか？あ、そっか、ぐるぐる回るわけですから早い人に追いつけなかったらそれで終わりですね。いろいろと難しいです。わかりました。明日までに頭に叩き込んでおきます。あれ？あ、V を触ったから部長に言ってんですね。頑張れ。見間違いかもしれませんけど、部長が V に触れた時不自然に速くなりませんでしたか？いくぞ。どうぞ。ポイントを見誤ってしまった。スピードに乗っている相手を止めるのはなんて難しいんだ。次の部位へのタッチを放棄して隣のラインへ移動しなくては。うわー、スピードに翻弄されて何もできないよ。ゴテゴテになってしまう。分かってきました。スピーダーは待ち構える相手をスピードで振り切ってポイントをゲットしていくわけですね。
兄ちゃんまっすぐな性格だからフェイントとか下手そう。わかりました。わかったぜ。了解。バチバチやっちゃうよ。美咲ちゃんは何をしてるんですか？そうですか？それは動いてる自転車ですね。あ、美咲ちゃんが動いているのはそういうことですか？前から急降下で V を狙うつもりでしょうか？つわれ！先回りして頭を押さえますよ。よっ、おっとと。美咲先輩、大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。こんなので驚いてたら FC はできないよ。コーチ、今のは。自分からぶつかりに行きましたよね。今のは得点になるんですか？もう一回。よっ、まずは1点と。どう？佐藤院さんとの対戦でも見ました。さっきのコントレイルと同じで、見ている人に分かりやすくするためのものなんですね。ここからがですか？なるほど。ノーハンですね。そこに駆け引きがあるんですね。2点目。うわっ、部長はどうすればいいんですか？え？部長が美咲ちゃんの背中を？でもさっきはスピーダーの人は相手の背中を狙わないって。奥が深いです。V を狙うか背中を狙うかで試合展開が違ってくるんですね。複雑になりそうです。
それはそれで見てみたいです。はあ、同じルールでやっているスポーツなのにいろんな展開があるんですね。どうかしましたか？4点目、イエーイ！ぐおっ！ねえ、どうだった？少しは役立ったかな？はい！実際に試合を見て、ますます興味を持ちました。かっこよかったです！はいはい、分かったから泣きつかないように。うん、兄ちゃん、妹の顔を無言で見つめない方がいいよ。絶対に抱きついたりとかしないし、模擬試合としては良かったんじゃない？まあそういうことだ。これからどんどん頑張っていこうではないか。はい、コーチ、早速練習をしましょう。私、飛びたいです。ダメって、どうしてですか？アスカちゃん、あれだよ。サディスティックなコーチの片鱗を見せてるわけだよ。あ、なるほど。そういうことでしたか。そういうのって、コーチプレイと言うんでしたっけ？そういうことでしたか。じゃあ今から買いに行きましょう。どうしたアスカ。引きつけでも起こしましたか？違います。明日がとっても楽しみなんです。無理だ。無理なんですか？部なのに。物理的に無理だ。部室は全て埋まっているんだ。部室待ちの部は多いからな。一度奪われた部室はそう簡単には帰ってこない。これは外の用具入れのプレハブで発見してきたんだよ。ではプレハブ小屋を掃除して部室にしてはどうでしょうか？それは無理じゃないかな。他の部も使ってるし、体育の時間に使う用具も入ってるし。でも部室がないと不便だね。真面目にやるなら練習用のユニフォームとか着た方がいいし。更衣室は体育館ですから、そこで着替えてこっちまで来るのって微妙に面倒ですしね。着替えた方がいいんですか？着替えはともかくとして、部を真面目にするなら備品を置いておける場所とかミーティングできる場所があった方が良くないかな。そういえばさっき飛んできた時、崖の真ん中あたりに小屋みたいのがあった気がするんだけど。ああ、あれか。あれなら物質の代わりになるかもしれないな。あれって何ですか？昔
海沿いに島を一周できる周回道路があったんだよ。ここの崖の真ん中にもその道路が通ってたんだ。そういえばおばあちゃんからそういう話を聞いたことがあったかも。今島の中央を通る道路ができたから、海に自動車が転落しそうな周回道路は部分部分で廃道になったんだ。バスだ。自動車の楽器のバスにしては大きすぎたかな。俺も詳しく知ってるわけじゃないが、バス会社が赤字経営で使わない道なら廃バスを放置してもいいだろうということらしい。わかりました。そのバスを部室にすればいいわけですね。いいと思うな。崖の真ん中でグラスを履いてないといけない場所だから FC 部っぽいと思う。早速行ってみましょうよ。絶対に誰も使ってないんだから大丈夫じゃないかな。軽く先生に聞いて問題がありそうだったらこっそり部室にしちゃえばいいよ。行きましょう。こっちにはバス停と待合室もある。そのまま放置されたって感じですね、ネットオークションとかに出したら高く売れないかな。冴えてますね、美咲先輩。ヴィンテージものかもしれません。では勝手に部室にしてしまうのは犯罪じゃないんですか？それはグレーということで、蓋が絡まるほど放置されてたんだから、私たちがどうしたって誰かに怒られるようなことじゃないよ。そういうことだ。何かあったら部長の俺が責任を取るぜ。中の様子を見てきます。えい、なんとか部室にできそうですよ。どれどれ。それなりに汚れてはいますけど。早速掃除しましょう。アスカは本当にやる気に満ちてるね。眩しいよ。ピカピカです。よし、その心のようにバスの中もピカピカにするのだ。頑張ります。はいはい。反対する人がいないなら私学校から掃除道具持ってくるけど。俺のマッスルのうならせ場所だな。頑張りましょうね、コーチ。十分だと思うよ。あとは少しずつ備品とか入れていけばそれっぽくなるんじゃないかな。ふぅ、終わった終わった。甘いもの食べたいよ。コンビニで何か買って帰りましょう。って、アスカ先輩？ん？アスカ？サッシの汚れがなかなか落ちないから拭いていたんですけど、変なことしました？こっちの風習ではサッシの汚れは服の髪だから取らないようにするとか。そうだったんですか。全然気づきませんでした。私集中しすぎることが多くてすみません。
んですか？ありがとうございます。はい、 FC のことで質問があるんですけどいいですか？FC のことでと言いました。美咲先輩のこと以外の質問だってします。真っ白は知らないけど、マサヤだけが知ってることだってあるじゃない？え、なんですか？ぜひ知りたいです。私の素肌の柔らかさとか。マサヤ先輩、マサヤさん、そういうのは早いです。そんなもん言うな。冗談ですよね。本当だったらマサヤ先輩のこと刺してしまうかも。わかりました。今日のところは信じてあげることにします。寿命が伸びてよかったですね。部長と美咲先輩が模擬試合をしましたけど、あれは模擬試合だからですか？それとも FC って男女で分けてないんですか？それなのに部長は筋トレを。筋肉は無敵だ。遠い目をしてそんなこと言われても。分かってきたようだな、ひなたよ。つまり男女関係なく試合をすると。むしろ女の方が有利なスポーツだとも言われているな。ですか？戦闘機が必死になって重量を減らすのと一緒だな。ああ、じゃあ男の人が有利な点はあるんですか？さっきと言っていることが違くない？つまり重い人ほど止めづらくなるってことか。まどか、体重に関する変な冗談を言わなくていいからね。先回りして警告しなくていいよ。それでそのこんなこと言うのはその恥ずかしいというか、横島なことを考えてとか思われるかもしれませんけど。エッチな質問？わーい、みんな、これから真白がエッチな質問をします。ワクワクだね。はい、ワクワクです。変な期待をしないでいいです。そういうのじゃなくてですね、体をぶつけ合ったりすることもあるんですよね。そうだよ、クッションにくるまれてるみたいなものだからさ。いえ、私が気になるのはそういうことではなくて、接触した時に胸が当たったり触られたりしたら嫌だなということで、お尻とかもです。あ、確かにそうかもしれません。でもテレビで見た強豪柔道部の女子部員は男子に混じって練習してましたから、意外と気にならないのかも。心配しなくていいということは精神修行で克服せよと、神道滅却すれば胸を触られても平気だと、そういうことですか？真白の胸に。マサヤさんってエッチな人なんですか？
例えば真っ白の胸に手が伸びて、その柔らかさに恍惚となるマサヤなのであった。とんでもないこと言わないでください。私の胸に触っていいのは美咲先輩だけなんですから。不可能とはどういうことですか？真っ白ちゃんの胸には触りたくないってことですか？ああ、それは傷ついちゃうよね。触りたいって言われても嫌だけど、触りたくないって言われるのも嫌だよね。とりあえず謝ってください。うんうん。でも強く押したりしたらどうなんですか？触りたくても触れないですか。なんだか悲しいお話みたいですね。でもマサヤさんと初めて会った時、一緒に空を飛びましたよね。なるほど。つまりクラッシュを履いて起動させた状態でハグしたりとか、そういうのはできないってことですね。もしかしてそういうことしてみたかったとか？そんなこと考えてません。そんな慌てて否定しなくてもいいのに。でも空中でキスとかできたらロマンチックだよね。ですかね。あれ、アスカ赤くなってる？なってません。よろしくお願いします。無意味ですか？だから空飛ぶ自動車とかないだろ。反重力装置は小型化に成功し続け、大型化に失敗し続けた歴史なんだぜ。そういえば、人飛ぶ以外のものが浮かんでるのって見たことないです。では、重いものとかは運べないわけですね。ということは、女の子6人くらいなら手をつないで飛べそうですね。そんなことない。私はスレンダーボディなんだから。なるほど。家や学校が浮いてる光景を見たことないのはそういうことだったんですね。明日、靴を買いに行くのが楽しみです。